お詫び申し上げます。会津大学によりますと、宮崎俊明学長は大学着任後に発表した54本の論文のうち12本で過去の論文の内容をまとめ直しただけの二重投稿や、自らの過去の論文から適切な引用をせずに図表などを再利用する自己投与を行っていました。このうち4本については去年2月に不正を公表し、宮崎学長は報酬1ヶ月分の 20% を自主返納するなどしていましたが、その後本人からの申し出などで8本の不正が発覚しました。宮崎学長は自分の特許を広めるために多くの論文を発表しようとしたなどと話していて、今月18日に辞表を提出、今月末で辞任するということです。